君本日は2024シーズン開幕直前応援練習会にご参加いただき誠にありがとうございます。もうすぐ開幕だぞー。さあ本日司会進行を務めさせていただきます楽天 FM パーソナリティイーグルス応援おじさん柳祐介です。皆さんこんにちはしょー。そして東北ゴールデンエンゼルスの鈴鹿です。よろしくお願いします。ちなみにイベントリポーターってこれまで球団にはなかったポジションなんですけども、はい、何を邪魔する見えない鈴鹿さんが何をするポジションなの？はい、はい、ホームゲームのイニング間のイベントなどで実況をしたり皆様にお知らせをしたりというポジションになります。はい。今日早速、ライブビューイングの時もレポートをやるということで、はいはい皆さんぜひ鈴鹿のレポート楽しみにしていただきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ改めて鈴鹿さんや、はい、あと6日でプロ野球東北開幕、はい、始まりますよ。スイッチ君準備してる練習してるじゃんと全然してないやつじゃん。これ寝てた頑張ろう。これからマニアゲームしてた頑張ろう頑張ろう、はい、さあここまずのイーグルス、はい、昨日もオープン戦ありましたけれども、はい、勝ちましたー。早川隆久ナイスピッチ。皆さん、わしほうしたいと思いますのでぜひわしづかみポーズの準備をお願いします。さあ新たなエースが開花するかもよ。せーのわしほう。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。投手陣がね後半になって非常に良くなってきましたので、はい、中継ぎ先発と、期待上げられてきましたので、はい、期待して開幕戦早川隆久のピッチングを楽しみにしていただきたいと思います、はい、さあ今日もねスタジアムでプレーオープン、はい、ライブビューイングがあるんですけども、はい、鈴鹿さんや、はい、ライブビューイング皆さんが野球観戦するときに欠かせないものは何？はい、もちろん応援歌ですよね。応援歌でございます、はい。今日は皆さんと一緒にここで応援歌っていきたいと思います、はい、ちょっと皆さんが声出るかチェック。応援歌を歌う準備はできてるか。今シーズンの開幕が楽しみか。テレビで大谷翔平よりももっと松井裕樹の方を扱ってほしいか。鮮烈デビューしてるんですけどあんまり扱ってもらっておりません。大谷選手が話題になりすぎております、はい、松井も扱ってください。さあじゃあこれからは皆さんと一緒に応援してまいりたいと思いますが今日は応援教えてくれるのはもちろんこちら応援団の皆さんそれから今日も華やかエンジェルスのみんなインスタグラムのフォローをお願いしておりますスイッチくん。はいということでスイッチくんがね QR コードを後でまた見せるかもしれませんのでその時はぜひ皆さんマスコット公式 SNS インスタグラムができましたのでフォローの方をお願いしたいと思います。さあじゃあ鈴鹿さん、はい、早速やっていきましょうか。はいそうですね、はい、じゃあまずはウォーミングアップということで昨シーズン以前から使っているおなじみの応援歌を皆さん一緒に歌っていきたいと思います。歌詞に自信がないという方はお手元の歌詞カードを見ながら歌ってみてください。はい皆さん入り口でね歌詞カードもらってると思いますので、それをぜひ見ながらで構いませんので歌ってまいりましょう。では応援団の皆さん準備よろしいですか。よろしいですか。最初は頼れる我らの主砲浅村選手の応援歌から参りたいと。歌詞カードの上から2番目黄色いラインで書かれている選手浅村選手です。それでは応援団の皆さんお願いします。ポジションつきます。ぜひ皆さん応援してください。さあ、じゃあ続きましては岡島選手参りましょう。背番号27岡島選手、オープン戦も絶好調でございます。岡島選手の歌詞カードは、上から1、2、下から数えておかやりな、下から3番目、オレンジ色のラインで書かれております。背番号27岡島武郎では、応援団の皆さんお願いします。いよいよね、あと6日で開幕戦歌うことがありますので、ぜひ皆さん今のうちに喉を開いておいてください。そうですね。はい、それではこの選手を歌いたいというリクエストを受け付けていきたいと思いますので、もしリクエストがある方、マイヒーロータオルを掲げたり、大きな声で選手のお名前を呼んでくださると、やってほしい選手いたらタオル掲げてください。タオル、はい、タオル。田中和樹。田中和樹選手、背番号25田中和樹はですね、上から4番目、青い線で書かれております。親の皆さん、和樹行きたいと思います。大丈夫でしょうか。はい、では参りましょう。田中和樹。監督とかね、後でやるから大丈夫。分かってるって。やります、やります。じゃあ、誰。茂木英五郎選手のタオルが。茂木選手行きましょうか。はい。さあ、昨日もファースト守ってましたね。背番号5、茂木選手、上から3番目。黄緑のラインで書かれている選手でございます。ご縁の皆さん、茂木選手、行きたいと思います。お願いします。誰かいいか。すごいですね。セリの会場みたいになってますね。卸売市場みたいになってます。すごいすごいすごい。マグロの値段のようになっておりますけれども。じゃあ島内行きましょうか。あ、そうですね。島内、はい、島内行きたいと思います。はい、島内で競り落とされました。参りましょう。島内選手は上から1、2、3、4、5番目、紫色。背番号35、島内選手です。応援団の皆さん、大丈夫でしょうか。お願いします。皆さんも待ってましたとばかりに大きな声が出ております。はい。さあということで、ちょっと次のコーナーに移ってまいりたいと思いますよ。はい、続いてはですね、スイッチくん、今年新たに作った5曲の応援歌がございます。皆さんもう YouTube で聴いていただけましたでしょうか。聞きました？監督が復活してるんですよ。今井さんが。はい。ということで、ここから皆さんに覚えていただきたい、あと練習ですので、応援団の皆様に進行をお任せしたいと思います。応援団の皆さん、お願いいたします。お願いします。お願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。いや、皆さんいい声出てましたけど、もう一回練習いきましょう。大きな声でいきましょう。それ絶対勝つぞ。監督です。あんだけ若いからね、もうね、事前のミーティングで監督って言ったんですけどね。はい、今江監督の応援歌いきたいと思います。はい、今江さんのはですね、一番下ゴールドの色で書かれている応援歌でございます。こちらでございますね。はい、この応援歌、普段試合中は歌うことはあんまりないと思うんですけども、スタメン発表の1級とか、試合後の2次会とかで歌っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では行きます。39番伊藤幸也選手は上から1、2、3、4、5、6番目、水色で書かれている選手、39の選手でございます。幸也選手参りましょう。はい、コールは伊藤じゃなくて幸也です。お願いします。それカットバス、カットバス、幸也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 この部分はうて銀字と一緒です。そうですね、はい、掛け声です。掛け声、歌じゃなくて掛け声です。叫ぶ感じでお願いしたいと思います。続いてはオコ選手。オコ選手いきましょうかね。オコ選手はオコですね。途中に入ります。これもオコ叫ぶ部分でオコポーズ、ステージイベントでは左フック右アッパーと教えておりました。はいです。オコ選手はさっきのユキヤ選手の歌詞の下、シルバーで書かれております選手51番でございます。じゃあお願いします。はい、それでは大きな声でそれレッツゴーレッツゴーオーゴーYouTube ご覧の皆さんもやってくださいね、ぜひね。YouTube ご覧の皆さんもカメラの向こうでぜひお願いいたします。はい、続いて村林樹選手。はい、背番号66、村林選手です。樹選手、コールがちょっと特殊です。そうですね、太鼓入ってから。そうです。村林おいつきですね。はい。はい。村やってみないと分かんないですね。村林選手の歌詞はさっきの大郷選手の歌詞の下、黒いラインで書かれております。背番号66です。じゃあ、参りましょう。さあ。新しくなりました。できましたね。選手は試合からしたばかりのはるか選手。はるか選手。はるか選手はコールははるかです。はるかです。はるかでいきたいと思います。汎用テーマで上から2番目、クリムゾンレッドのところで書かれております。汎用テーマ輝く戦士で始まっている歌詞のやつ、これやりたいと思います。お願いします。それ打て打てはる。をね覚えていただいて、開幕戦の時に大きな声で歌っていただきたいと思います。じゃあね、スイッチ君やここでちょっとおさらいも兼ねてね、そんなに一生懸命聞かなくていいから、はい、スタメン発表の場面を想定しまして、応援歌を歌ってまいりたいと思います。いろんな選手の応援歌を練習するためのあくまで球団で考えた仮のスタメンですのでね、まだちょっと開幕戦はどうなるか分かりませんけれども、楽しみにしていただきたいと思います。じゃあちょっと千葉さんっぽくいこう。楽しみ。本日のスタメンは似てないのは分かってるんですよ。似てないのは分かってるんです。監督今江俊明、浦林悦樹、2番セカンド小深田、3番サード浅村秀人、4番レフト島地宏明、5番ファースト茂木栄五郎、6番 DH マイケル・ブランコ、7番ライト小郷優也、8番キャッチャー太田光、9番センター辰巳亮介、先発ピッチャーは早川隆久。素晴らしい。千葉さんごめんなさい。でも思ったより似てるなって思いました。よし、じゃあ、フランコ選手はですね、スペイン語バージョンの方です。バーモースで始まる方があるんですけどもね、英語バージョンはレッツゴーなんですけども、スペインバージョンの方でお願いしたいと思います。それでは本番想定して。1人ずつ選手コールしてまいりたいと思いますので、ぜひ皆さん呼ばれたら歌ってまいりたいと思います。応援団の皆さんよろしくお願いいたします。じゃあ監督からいきますよ。高校の楽天イーグルス、本日のスターティングラインナー、監督は背番号98今江汗一緒で、鳥って確か汗かかないはずなんだけどな、ね、はい、スイッチ君は汗をかきます。さあということでスタメン発表やったら一気に試合への期待感が膨らんでまいりましたね。いよいよ試合が始まるなというふうにとっても感じました、はい、それでは再び応援団の皆様に進化をお任せして、はい、これからチャンステーマなどをやっていきたいと思います。まだまだやるぞー。はい、それでは応援団の皆様よろしくお願いします。はい、では皆さん応援団の SNS 見てくれたって人はどれくらいいますか？はい、結構いる。ありがとうございます。スイッチ君のインスタより多いね。まだ始めたばっかりだから勘弁してあげてください。はい、言うなよね。じゃあ皆さんタオルのご準備お願いいたします。今年からチャンステーマ「レッツゴーワッショイ」でタオル回しをやっていこうと思います。はい、去年できた魔曲ね。そうですね、魔曲どの部分をやるんですか？タオルは、はい、チャ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 誰かのタラララララララ、去年手拍子してた部分ですかね。そうですね、はい、そこをじゃあタオル回しにでタラララララララ、はい、わっしょいわっしょいでおーでまた拳を突き上げる感じになります。拳突き上げも上げっぱなしですかね。おー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 ですね。はい、じゃあやってみましょうか。じゃあレッツゴーワッショイからいきます。レッツゴーワッショイからね。はい、レッツゴーワッショイ12345 6上から6番目クリムゾンレッドのところで書かれている曲でございます。じゃあ参りましょう。あ、選手どうして？選手、監督でいいですかね。はい、今へで。今へで OK です。今へで。はい。じゃあスリーコールからいきましょうか。それ頼むぞ頼むぞ今へ。チャンステーマここで打てはどこに書いてあるんだ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？一番右の横ですね。あ、一番ちっちゃくて分かんなかった。上から1234番目ですね。チャンステーマここで打て参りたいと思います。はい、じゃあそのまま今井選手で行きたいと思います。今井選手監督ね。分かるよ、選手でいてほしいのは分かるけど、もう監督なのよ。色あることは散々。ある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 。今監督で参りたいと思います。監督で行きたいと思います。はい。チャンステーマはもう3曲あります。はい、まずはこんなにね、一気にね応援歌を歌うタイミングないので、ちょっと息が切れてきました。はい、行こう。チャンスが続くともっとそうずっとですもんね、スタンドがね。はい、続いては突撃。はい、チャンス突撃いきたいと思います。さっきの「ここで打て」の下に書いてある曲でございますね。そちら参りましょう。では同じく今井監督で今江監督の応援歌でございました。はい、今江監督のコールでございました。はい、やってみました。続いて、チャンステーマ「戦いの時」。戦いの時は来たですね。下から2番目に書かれております。赤いラインのチャンステーマ「戦いの時」をやりたいと思います。選手はどうしましょうか。ずっと今井だとあれなんで、今浅村って言われたんで、浅村選手すぐ変えます。参りましょう。このチャンステーマすっごい重要な時に使う曲なので、はい、覚えていただきたいです。お願いします。はい、上から5番目チャンステーマ「ベニーランド」参りたいと思います。レッツゴー。テーマの他にもガラステーマってのがあるんですよ。ちょっと水飲んでいいですか？いいでしょ。進めていただいてちょっと水ください。どうぞどうぞやっててください。皆様もお水飲みながら参加してくださいね。はい、皆さん水分補給大事ですからね、しっかりとお願いします。皆様は大丈夫そうです。はい、応援団も太鼓がきついって言ってます。こんなにずっと応援することないでしょね。さあ行きましょう。はい、時間かけられてるんで行きましょうね。次はマルチテーマ1。はい、マルチテーマ1どこに書いてあるんだ。マルチテーマ1はマルチテーマこれ一番下ですね。一番テーママルチテーマと書かれている曲でございます。ちょっと長めの曲参りましょう。はい、それではいきましょう。それ絶対勝つぞイーグルス。皆さんも休憩しながらやってくださいね。はい、ちょっともう少しやって頑張りましょう。マルチテーマ一番下に書かれている曲でございます。はい、マルチテーマには振り付けがありますので、はい、大きくいきましょう。はい。そして最後と言ったら盛り上がって終わりたいですよね。はい、またタオル使うんですよ。はい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 、またタオル使うんです。はいはい、皆さんフィーバーテーマいきますよ。フィーバーテーマいきますよ。準備はいいですか？はい、次から2番目フィーバーテーマいこう。いきます。せーの。「以上で応援歌の以上ですかね。終わりになります。はい、ありがとうございました。いやー、もう応援団の皆さんも息も絶えないの状態になる、もう座ってるもんかっていうね。お疲れ様でございましたね。ファンの皆さんもちょっとお疲れでございましょう。お疲れでございましょう。さあ、ということで、今年はこうやってチャンステーマたくさん歌って、みんなで場面変えるような、シーンいっぱい作ってまいりたいと思います。共通にそうですね、忘れてました。何かあったっけ。共通にやってなかった。やろう、やばいやばいやばい、やろうやろう、やりましょう。いけない、はいはいはい、もう終わりだと思ってました。はいはいはい、共通にどこだ。上から4番目かな。はい、ここで一発かっ飛ばせよ、こちら、はい、最後かな、じゃあこれ最後です。はい、こちらやりたいと思います。仕切り直して皆さんもう一度声出していきましょう。はい、で選手名誰にしましょうか。誰がいい。マスターっていう声。マスター、じゃあ上げていきましょう。マスター。はい。で、共通テーマ2なんですけども、去年まで汎用テーマとして使われていた曲です。ありました。最初、誰誰誰誰カットバセで入って、コール名、カットバセ誰か絶対勝つぞイーグルスになります。安倍でいいですかね。安倍でいいですかね。安倍でいいですかね。はい、はい、安倍で参りたいと思います。はい、それではいきましょう。それ安倍、安倍、カットバセ。よろしくお願いします。ちょっとだけリニューアルした感じですかね。はい、はい、よろしくお願いします。さあ、以上応援歌の練習でございました。応援団の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ただ、はい、一曲大事な曲をやっておりませぬ。そうですね。はい、今年からスイッチくん、風船が解禁になったんだよ。はい。ジェット風船飛ばしたいと思います。さあ、ということで、鈴川さん、はい、ラッキーセブンで流れる球団間何人？羽ばたけ楽天イーグルスですね。はい。はい、今日この会場で風船飛ばしていただいて OK です。はい。というかもう練習しましょう。はい。じゃあ今からね、風船膨らましタイム。入り口でもらったと思うんですけれども。はい。はい、ゆっくりでいいですからね。ゆっくりでいいです。じゃあ。MC 鈴鹿もやりましょうか。やりましょうか。やりましょう。エンジェルさんは風船もらってないのね。もらってないのね。オッケーオッケー。ダンスでお願いします。さあ、これね、意外と手間がかかる。ね。ちょっと時間かかるそうなので。本番も7回風船飛ばすとき、あらかじめ準備しておいていただきたいと思います。ちなみに。昨日ね、球団スタッフがスタンドで夜ちょっとリハーサルで練習してみたそうなんですけども、気温があまりにも低くて風船が上に飛ばなかったそうです。下にピュルルルルーと落っこっちゃったそうですので、今日もちょっと寒いですけども、でも皆さんがね、室内練習場温めてくれたんで、今日は飛ぶんじゃないかな。はい、口では膨らまさないようにお願いいたします。口では膨らまさないようにお願いします。そして落ちてきた風船もね、拾わなくて結構です。拾わなくて結構ですのでご協力ください。今日もらった膨らませ器は、ホームゲームの時皆さん必ず持ってきていただいて、はい、持ってきていただいてね。結構時間かかるでしょ。はい、ゆっくりでいいですからね。ちなみに色の説明をしておきましょう。今何色でも OK ですけれども、ラッキーセブンの時は赤。あ、早速割れちゃった。あるあるです。あるある。もう一個の方膨らましていいですよ。ラッキーセブンの時は赤。そして勝利時が白。白です。あ、早いです、鈴川さん。はい、膨らませましたね。結構割れちゃう。盛大に膨らますぎる。これ球場あるあるです。球場ある。この光景も久しぶり。この割れちゃうとか先に飛ばしちゃうとかあります、ね、間に合わないとかいいのよ、割っても OK、 割っても OK。 じゃあ参りましょうかね。準備できてるかな。9段階歌ってその後飛ばしますのでね、慌てないで膨らましてください、はい、楽しみだな。それでは参りましょう。イーグルスラッキーセブン、羽ばたけ楽天イーグル。久しぶりに見た、ちょっと感動してしまったね。拾わなくていいですからね、ゴミね、拾わなくていいですからね。はい、白い方の風船残った方はぜひホームゲーム勝利時に、飛ばしていただきたいと思います。今日のライブビューイングの時は飛ばさないようにお願いいたしますね。ご協力いただきたいと思います。いやー、戻ってきたね、菅さんね、嬉しいですね、感動しちゃいました。みんなでたくさん歌って踊って、風船、そう、飛んでる瞬間がいい、白い風船いっぱい見たいね、はい、今年もね、ということで皆さん、この後はライブブーイングで楽しんでいただきたいと思います。ちょっと最初にインフォメーションをお伝えいたしましょう。これにて本日の応援練習会は終了となりますが、先にインフォメーションです。これも言ったな、はい、退場に関するインフォメーションです。現在すでにプレーオープンデーのエントランスゲート会場の時間となっております。この後ライブビューイングを観覧される方やこのままお帰りになる方などいらっしゃると思いますけれども、スタッフの誘導のもと皆様を一度ゲートの外にご案内させていただきます。まだですよ、まだですよ。ライブビューイングを観覧される方は改めてライトエントランスからご入場いただきたいと思います。はい、ライブビューイングをご覧になる方、または球場正面に向かいたい方はイベント終了後、こちらのスタッフ見えますか、後ろの方、皆さんから向かって左手側、ボードを持っているね、スタッフのお兄さんいます。こちらの方にこの後お集まりいただきたいと思います。続いて一般駐車場に向かいたい方、一般駐車場に向かいたい方、またはスマイルグリコパークに遊びに行きたい方は、イベント終了後、皆さんから向かって右手側、こちらのスタッフのお兄さんの方、ボード持ってますね、こちらの方にお集まりいただきたいと思います。よろしくお願いします。さて、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいました。今シーズン開幕に向けて応援のムードがぐっと高まってきたんじゃないでしょうか、鈴鹿さん。はい、もうすごく熱気があって、はい、とても開幕が楽しみになりました。はい、応援団の皆さん、エンジェルス、そしてスイッチ君もありがとうございました。どうもありがとう。それでは今シーズンも楽天イーグルスへの熱い応援をどうぞよろしくお願いいたします。本日は応援練習会ご参加いただきましてありがとうございました。イベント MC は楽天 FM パーソナリティ柳祐介と楽天イーグルスイベントリポーターの鈴鹿でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、最後に今日のオープン戦絶対勝つぞイーグルスで締めたいと思います。お手を拝借。今日は先発庄司選手だったかな。今日も勝って勢いに乗りましょう。行くぞ、絶対勝つぞ。